春の北信越高校野球県大会が今日開幕し、連合チームを含む44チームが熱戦を繰り広げています。1年生が入り、新チーム初めての公式戦となる県大会には、連合1チームを含む46校44チームが参加しています。今日は県立野球場など3つの球場で1回戦8試合が予定され、県立野球場第1試合では金沢大学附属と水星が対戦しました。今回も新型コロナ対策として入場者数を制限しますが、消毒や検温、マスク着用を徹底した形で一般の野球ファンも入場できる有観客開催となっています。日程が順調に進めば、大会は来月5日に決勝戦が行われ、優勝したチームは6月に福井県で開かれる北信越大会に出場します。